はい、こんにちは、くまです。今日は謎の画角でお届けしておりますけれども、先日行われた鹿島アントラーズ対サガン鳥栖、まあ、この試合のね、3-0で鳥栖は敗れたわけですけれども、まあ今日はすいません、もう思っていることをドンと吐き出すんで、ちょっといつもはね、前向きにできるだけ選手の後押しにということをモットーにやっているくま猫チャンネルでございますけれども、現地まで2時間半車で行って帰ってきて往復5時間、もっとね、鳥栖から来たサポーターもいっぱいいました。辛いですね。はい、選手も本当に厳しい表情をしてましたし、きつい顔をしてました。いや、わかるよ。でもあなたたち、チケット代払ってもらって、みんなにサポートしてもらって、スポンサーにお金出してもらって、そこに立ってるんです。いいですか？あなたたちがうまくいかないのはわかる。僕らは後押ししたい、めちゃめちゃ後押ししたい、応援したい。それはもう間違いなく思ってます。応援したい。でもね、戦えるの選手だけなんです。その場で、そこで何かを変えることができるのはピッチの上の選手だけなんです。もうね、ああうまくいかないな、もうダメだな、ああなんかなんでだろう、いやじゃないんです。もうその時間はないんです。まあ、じゃあどうしたらいいのっていうのは、僕は答えを持ってないから観客側にいるんでね、めちゃめちゃ身勝手なこと言ってますよ。本当プロに対して身勝手なこと言ってますけど、たくさんのね、何千何万人もの人が夢を乗せてやってる、ものがスポーツというものなので、やっぱりね、その別に結果を出せっていうのは勝ち負けだけではないとは思うんですけれども、そこに向けて全力でフォーカスを当ててやってるかっていうのは、かなりシビアな目で見られてしまいます。まあ、例えばディフェンスラインあんだけ低くてビルドアップしてたら、で鹿島も食いついてこない、スペースが全然できない、さあどうしようって、うん困ったなって、いや困ったなじゃない、そしてラインをじゃあ上げたら上げたで裏つかれて、藤井選手に一気に突破されて失点しちゃう、もうね、チームの中でね、めちゃくちゃ話し合ってほしいですね。その僕らがこうした方がいい、あした方がいいって言え、いくら考えたところで分かんないし言えないんで、例えばディフェンスライン下げてしかもう守れない、俺たちスピードもないし、ディフェンスの力弱いから、ボランチ含めて6枚はずっと後ろで守っててくれないかってセンターバックが言ったっていいんじゃないですか。もう俺たちにその力ないんだから、監督はああ言ってるけど、後ろでベタ引きするしかなんか守りきれる気がしないんだって、1点取られた時に一旦ここで我慢しようとか。でもじゃあ5人6人で後ろで守るならどうするかって言ったら、サイド推進力ある選手置くしかないじゃないですか。推進力ある選手どこ行った？長沼選手どっか行った？きつい。でも中原選手、横山選手はね、この間も出てくれた、ま、彼らがもうね、単独で運ぶ以外に選択肢がないんだったら、もう歩む前で決めたいのはわかるけど、後ろから前に運ぶところを力出してくれないかって、お前がそうしてくれないとこのチーム攻撃すらできないんだって、もうここが弱いからしょうがないんだとかさ、ね、中原光もね、それは一番前でカットインシュート、左足得意だと思うよ。清武さんもいいところで、美味しいところで待ってて、間で受けて必殺のパス狙ってたと思います。みんな必死にやろうとしてる、やりたいことやろうとしてる、鳥栖がやろうとしてることを実際やろうとしてる。途中からね、加入してくれた西谷選手もビキもそう、みんなこのチームに合わせて、このチームがに求められてることを必死にこなそうとね、頑張ってくれてる。でも長沼もいて、菊池もいて、みんなのマックスが今19位じゃん。このチームに合わせたってマックスの19位なんだよね。じゃやっぱピッチの中でもう変えなきゃ、無理なとこは無理だって言わなきゃ、そのトライは絶対すべきだよ、成長しなきゃいけないからトライはすべきだけど、いやこの試合無理だわとかあるじゃん。だったらこう、事前の策はこうだけど、やり方変えてやろうとか、まあ事前に決めた策をやり抜くでもいい。でも鳥栖な、何か事前に決めた策なのか僕らにはわからない。前から食いつきたかったのか、前プレはめたかったのか。前プレはめたいんだとしたら、日野くんもいない、菊池太一もいない、富樫もいない、長沼もいない、
あのメンバーでマイプレイできますかって、いや多分できないでしょ。いや別に彼らを悪く言うわけじゃない、彼らはボールを握って長い時間トスのボールにが前線にあって、コンビネーションやら、スペシャルなプレーで崩すタイプの選手じゃん。じゃあそういうところに後ろとボディでお膳立てしてもらわないと彼らは輝かないわけ。でもそこが今運べないんだったらこっちを手伝ってくれって、いやなんかそれも行かなきゃいけないけど、あっちも行かなきゃいけない、まあ、全部やろうとしてる。いやなんか偉いけどさ、まず何から入るの、チームの中で。いやもう何が何でもこのチームは攻撃が特徴なんだから、後ろがどんなにきつくても俺たち例えば降りてこないよ、なんとかこっちまで持ってこいと、持ってこれたらライン上げて持ってこれたら俺らは絶対ゴールするから、でもいいよ、まあ、さっき言ったようにもうごめんけど守りきれないから全員引いてくれと、とにかく耐えるぞと、60分耐えて残りの30分なんかの人たち行くぞと、まあ、なんでもいいんだよ、なんでも本当にちぐはぐなのはね見てらんないん本当に。いやまあというわけで、ちょっとここからね、冷静に一人一人をちょっとフォーカス当てたいなと思いますけど、パギさんはきっと今のトスの選手の力を誰よりも信じてて、俺たちならやれる、このまま続けていこうぜっていうのをきっとやってると思う。だから何度ミスをしようがテヒョンにずっとねジェスチャーしてたんですよ、もうちょっとこっちに開いて、もうちょっとあっちに行って、めちゃくちゃ長い試合の中でテヒョンも多分ね成長すると思う、あのやり方は。ただ勝ち点取れるかは僕には分かんないです。そもそも勝ち点を取りに行くサッカーなんてのはまあ基本的には存在しないので、相手も勝ち点取りに来てるんでめちゃくちゃ難しいです。じゃあテヒョンもテヒョンで何が得意で何が苦手かもっと言おう。なんかもうなんだよっていう表情がね多すぎる、山崎もテヒョンも。なんだよじゃなくて、うまくいかないんだったらじゃあどうするの、なんか俺こうするつもりだったんだけど、なんで例えば山崎がニアに食いつくならファーからもっと絞ってくれないと困るよって言ってるのか、ああ俺が本当はそこの間を絞るつもりだったんだけど今は俺が食いつきちゃ過ぎちゃったごめんねなのか、なんかもうどっちの何なのっていうのがね、やっぱもっともっとチームの中でピッチの中で試合の中でどん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 声出していかないと。いや分かるよ、きついし、なんかうまくいかないし、あもうなんかなってなって、おかしいなおかしいなってイライラする、いや分かるけど、それは試合が終わってから悩んでください。試合中はもうね常に発信して、それが合ってても間違っててもいい、とにかくさ声だけは出して、声だけは出してどんどん行こう。まあ、後半ね川原選手、富樫選手ってやっぱ強度が高い選手が入ってきて、まあ、少し息ができるようなボールが持てるところになって、やっぱ川原選手すごいね、あの狭いところでも前に行こうという勇気と気力。いやミスも多かったんでね、最近ちょっとパフォーマンスどうかなって心配する声もあって、僕もちょっと川原さんどうかなと思ってた面はあるあるけど、やっぱりこう途中でね来てくれた西谷選手めちゃくちゃ期待してますけど、やっぱり J1 の強度スピードにいきなり慣れるのもまあまあ難しい中で、トスのやり方、トスとしてちゃんとやろう、ボールを失わないようにしようと、ちゃんとプレーしてた西谷さんは。でもね、ちゃんとプレーしててももう今のトスはね、マックス19位なのよ。トスがちゃんと、全員ちゃんとプレーしたら19位の実力なのよ。これ壊さないと残留できない。まずこの覚悟を持たないと。トス、このままじゃ落ちるよって。俺たちこのままじゃ落ちちゃうよって。変えたいよね、落ちたくないよね。じゃあ何かしなきゃ。いうところですよね本当に。まあもう一個の手段はね、本当にふてぶてしくいくっていう手もあるんですよ。いや別に俺らこれで何一つ間違ってないと、そこまでの勇気が持てるならそれはそれでいいと思います。でも慌ててんじゃん、やり方変えてんじゃん、やろうとしたのもう諦めてんじゃん途中で。じゃあなんかこのやり方でいいと思う、頑張ればなんとか質をちょっとでも上げれば勝ち点取れると思う、これはもうきついかなと。最後に僕が思ってる、例えば昨日の鹿島戦みたいなプランは、まあ、0-0 で攻撃全振りの前ファンタジーメンバー集める、あれは僕も結構いいと思います。あれがハマれば殴り勝つ試合っていうのは川井さんできてるんで、殴り勝てる可能性を残しつつ前半30分か40分でもう見切りつける、あこの試合殴り勝ちに行ったけど崩せそうにない、ったら一旦引く、0-0でももうアマツさえ0-1で負けてても守り固める。で、
最後の人差しだけを狙うサッカーに切り替える残り60分は。そこも、追いつけないかもしれない、0-1で終わるかもしれない、でも0-1で終わったらアウェーの3位のチーム相手の鹿島戦、0-1得失点差マイナス1最小で収めたね、俺ら残留する戦い方これでいいよねって、選手がさ試合終わった時に、いやもちろん勝ち負けがあったり悔しいのはあると思うけど、これでいいよね、いいんだこれでって思える試合を1個でも積み重ねないと残留できません。これはまあ嘘でも無理やりでも切り替えるって河合さんよく言ってますけど、試合終わった瞬間もだからそうです、嘘でも嫌でも切り替える、これで良かったんだって、今日の試合はこれが最善だったんだ、俺ら全部の力出し尽くして残留のために戦い切ったんだって言ってください。言えるような試合をしてください。言えないような結果だったとしても、たとえね、もうこんなんじゃダメだ、もうなんか難しかったなんていうことはね聞きたくないですよ本当に。このやり方で残留を目指してる、そのやり方を俺らは90分やったんだって胸を張って言ってください。だから拍手するからさ、後押しするから。というわけで10分ぐらい喋ってますけど、今日はノーテロップでもう取って出ししますんで、すいません本当に。次浦和戦本当頑張りましょう。流山さん多分出てくると思うけど、柏戦もね雷で中止になって相手体力万端ですけど、まあ、そういう時の方がもうなんかネジぶっ壊れてぶっ飛ばせるじゃないですか、トスはもうなんかアクセル壊れるぐらい踏み続けて、なんかわけわかんない状態にして、わけわかんない勝利を得るしかないんだったら、もうわけわかんないサッカーしましょうよ。もうちゃんと理路整然とちゃんとしてたって、ちゃんと構えたって、ちゃんと殴ったって、変な神ディフェンスと変なチョコパンチじゃ崩せないんだから、もうはちゃめちゃなことしちゃおうぜぐらいでいいと思う。まあそれでバラバラになって全然ボール繋がんないっていう未来性もあるかもしれませんが、はちゃめちゃで行くって決めたならそれでいいじゃないですか。で俺ら間違ってないって言えば、やっぱりこう自信と勇気と間違ってないっていう希望、これでいけるっていう希望がないと戦えないですから、選手は。もうめちゃくちゃに後押ししますんで、残り13試合、14試合、1個でも勝ち点を積み重ねて、最終節どの順位にいるか、もうこれはもう天のみぞ知るというところで、まずは戦いましょう。で、最後にって言いましたけど、最後にもう一つ。自分たちにフォーカスを当てて戦えないんだったら、相手にフォーカスを当てて戦うのもありです。例えばこっちがビキ変えた瞬間にスピードないなって言って藤井入れてきた、まあもしかしたら事前のプランだったかもしれないけど、鹿島はあの攻撃が、トスの攻撃がうまくはまり始めて、あの原田のヘディングもあったり、 2-0 からおやばい1点返すかみたいな空気感になった、その波状攻撃してるスローインのタイミングで今だって交代してる、もうこっちの規制を削ぐには完璧なタイミングだよね。で、トスの交代、木村さん準備してたけど、なんか、ずっとこっちにフォーカスして、自分たちのチームのことばっか考えてる。自分たちがこうあって、こうで、こうだったら、こうかもしれないから、こうでって。試合は相手とやるものだから。試合は相手とやるもんですから。相手が嫌がることやっていかないと。相手が困ることやっていかないと。で、こっちが困るところがあるなら、一旦人かけるなり、もう諦めて、そのやりたいことやるんじゃなくて、ここもう自分たちやりたいことやれないゾーンがあったら、そこはもう我慢するっていう、今リアルで起きてることに向き合っていきましょう。というわけで、また。